皆さん、こんにちは、えー。聞こえますかね聞こえてますかねはい。えっと、はい。動いてくれ。はい。はい。大阪大学から来ました、鈴木と言います。えっと、突然ですが、皆さん、あのお手元にある立体眼鏡かけてみてもらえますかねえっと、<laughs> 大丈夫ですか持ってられない方どうですかねあの立体的に見えるとあそうですねあのちょっと僕シール貼り方間違えてしまいまして内側にシールが来てしまうんですが、えー、こういう感じですね、えー、右,右が青になりますでえっ、ー、と これ、えー、筋肉のタンパク質の、えー、立体構造の、えー、ちょっと一部分を拡大してる図です。でい、あのー、わかりますかね粒々がいっぱいあるというのが見えると思うんですけどもこの一一個一個は原子です、えー、炭素だったり窒素だったり酸素だったりするんですけどもその原子の配置が、えー、データになっているものを から描いた絵ですそのこれからお話しする PDB というデータベースはそのような、えー、生き物の生き物を形作ってる分子の立体構造をデーータベースにしているものですで例えばこの私たちが動かすあの体を動かすのに大事な筋肉っていうのはこういう、えー、アクチンっていうあのレールを作るタンパク質ですね。細胞の中に、えー、道を作って 道を作るタンパクですでその上を右側にあるミオシンというモーターモータータンパク質が動いていくことによって筋肉が動いたりしています。で筋肉っていうのは僕ら動かしたいと思ったら動きますし止めたいと思ったら止まるんですけどもそれはその下にあるトロポミオシンっていうあの実際にはこれ斜めにこうらせんを巻きながら走ってるんですけどもそういうタンパク質がスイッチをするということで。 えー、とそうここことの人類はここまで筋肉のことを理解しているということですね。えー、とちょっとあの資料にはつけてないですけどもちょっと違うアングルからなとかちょっと違う書き方をしたいもあります。えちょっと唐突なんですがあの皆さんの立体眼鏡描けてるところ写真撮らせていただきたいのでちょっと写真撮られたら困るという方は手を挙げていただけますか 大丈夫ですね。ちょっとすみません。あ、なかなかいい景色ですね。<laughs> ありがとうございます。あの。もう一つの例を見せたい、お見せしたいんですが。えっ、ー、と、これはですね。インフルエンザウイルス。あのー。 悪いウイルスですねインフルエンザウイルスに、えー、タミフルというインフルエンザ治療薬が、えー、くっついてるところの図です、えっと。インフルエンザウイルスのこの薬タミフルっていうのはこのインフルエンザの大事なイン,フルエンザにインフルエンザウイルスにとって大事な、えー、タンパク質であるノイダミニダーゼというタンパク質があるんですがそのノイダミニダーゼの立体構造を参考にして 開発された薬だと言われています。で、今実際に見ているこのノイラミニダーゼに、えー、タミフルがくっついている構造なんですが、実はこれノイラミえっ、ー、とタミフル耐性のインフルエンザウイルスにくっついているところなんですよね。で、なんでそのタミフルに耐性が出てしまったのかというのもこういう立体構造を見るという研究からアプローチされています。で、えー、っとちょっとあの資料にない。 えー、説明してしまったんですが、えー、と今皆さんにお渡しした今日皆さんにお渡しした立体眼鏡なんですけども、えー、と実はあのもうここ今日はここまでなんですが、えー、とスマートフォンで遊ぶことができます、えー、と立体眼鏡の、えー、ここの部分ですね QR コードがありますで「よろずみプライム」というです、ね、ウェブサイトありましてあのこれ僕が作ったウェブサイトなんですけども えっと、一般の人に向けた説明なるべく、えっと、中学生ぐらいでも読めるような文章と、えっと、立体構造をこう指でスマートフォンでもこう指でぐるぐる回しながら立体を見ながら遊ぶことができるというようなサイトを作ってますんでぜひあの遊んでみていただけたらと思います。 はいえっと、ここからあのお配りしている資料のとおりの説明なんですがそもそも、えっと、生命の素子ですね、えー、なんでそんなものを研究するのという話なんですが例えば私たちが時計を作りたいとか時計を直したい時計を改造してやりたいとかいう時はですね時計の仕組みを理解しないといけないわけですよね。でその仕組みを理解するには、えー 時計の歯車だとかネジネジだえか、そういういののの部品の構造を理解すす。ることが大事で,すでそれをそのまま生物に当てはめると例えば私たち自分たちの体を病気を治したいとか,なんかナ,ナノテクノロジーなどに応用したいとか、えー、とそもそも自分たちが何で生物が何でこんな生物になっているのか何が生物を生物たらしめているのかっていうのを知るのには 当然その生命の素子の構造が大事なわけですよね。というわけで世界中の研究者がその実際の生命の素子の素子っていうのはまあタンパク質であったり DNARNA だったりあと糖とか脂質も、えー、っと生き物っぽい分子なんですけども主にタンパク質ですね。でえっとそうタンパク質ってあのここでは今日はカタカナで書くことが多いですけどもちょっと政治的な場所ですね。 あの僕らの組織のタンパク質研究所とかなぜか漢字で書いたりしますし、えっと新聞とかの報道用語だとタンパクはえっとひらがなだったりするんですが別に、えー、どれが正しいとかいうの実はあまりなくてですねよくない言葉なんです。今日はえっとカタカナのタンパク質を使います。タン質主にタンパク質の立体構造を扱っているデータベースです。それが、えー、PDB というプロテインデータバンクというちょっと DDB。 DDBJ さんとちょっと名前が似ててややこしいんですが PDB というデータですこの業界ではとても有名なデータですであと私たちがやる PDBJ という組織についてちょっとだけ説明させていただきたいと思いますえっとその PDB というデータベースなんですがあの話しする前にちょっとだけ頭に置いといてもらいたいちょっとした矛盾というか特徴がありますえっと PDB ある側面では PDB というデータベースは、えー、と世界に一つしかないデータベースで,すでそのデータベースはもう厳重に隠されていますでとても厳密な管理の下に置いてありますである側面で見ると PDB というデータベースは世界中にたくさんあります PDB のようなデータベースたくさんあります で誰でも簡単に手に入りますし好きなように使っていいです。で、えー、好きなように持ってって好きなように改造して、えー、っと改変して好きなようにばらまいて OK です。お金儲けに使っても、OK、です。っていうあの相反する2つの側面があるんだなっていうのをんでかなって考えながら話を聞いてほしいんですが、えー、タンパク質構造データバック、PDB ですね。 PDB って何って思ったらまあウィキペディアでこれウィキペディアの説明を読んでいただければすぐ済んじゃう話なんですがまあこういうふう説明がよくなされています。でえっとちょっとさっきも紹介していただいたんですが、えー、この前半のこのシンポジウムの前半でえっとエンブルの人たちも喋ってましたけども PDB もその、えっと、アメリカの PDB の人たち。 あのヨーロッパの PDB の一つエンブルの EBI の人たちですね PDBE という組織があります日本の PDBJ えっとそうですね世界中で協力して、えー、一つのデータベースを作っているというそういう活動を WWPDB というだから、えっと、PDBJ も WWPDB のメンバーですではい でそのデータなんですが、えっと、まずデータの受け入れですね誰がこの PDB にデータを入れているのかというとまあそれはもう世界中の研究者です。であのたん質とか生体分子の立体構造を研究しようと思うとですね、えっと、とてもお金がかかるわけですよね。でその研究資金を得たり、えー、論文に発表したりする、えっときにその立体構造 解析された立体構造は PDB に登録しなきゃいけないというルールがいろんなところであります。なので、えー、とほぼ、えー、PDB に立体構造を登録するのせずに、えー、と立体構造を研究することは不可能だと言われているような状況です今は。で、えー、とその世界中の研究者が、えー、と構造解析した立体構造を、えー、私たち PDB の組織が 共通のたった一つのデータベースとして作成しています。同じフォーマットで同じところに入れています。で、えっと強制的ってさっき言ったんですけど、それなのであのえっと半半分強制的に集めているので無理やり取ってきているので、えっときょえっと研究は世界中で結構競争になっているわけですよね。なのでその公開しているギリギリの例えば論文が公開されるまで は本当にに厳重に隠します、えっとそのデ,データの処理はですね大変な処理が専門家じゃないとできない処理があるんですけどもそれはその,特別な鍵のかかっってている、えー、部屋でやっていますで一方ですねそのデータが公開していいよってなると毎週毎週その新しいデータが公開されるんですけども毎週水曜日の、えー、グリーニッジ時間の0時ですね 日本でいう朝の9時に、えー、とその週に公開してよくなったデータが一斉に公開されます。でそこからは、えー、PDB のデータはあのパブリックドメインになるのでもうこれは人類の財産です。誰誰が何使,っても、えー、と使うことに対する文句は誰も言いませんでそこからはもう何をしてもいいので、えー、とそうですねさっき各拠点あの世界中拠点があるって言ってたんですがその拠点の僕らも PDBJ もそのユーザーとして。 えっと独自のツールですねあの検索のインターフェースだとかそういうのを PDBJ 独自に作ったりしてアメリカはアメリカでヨーロッパはヨーロッパで独自のインターフェースを作ってそのデータを公開しています。元にするデーータベースは全く同じでえっとその先ほどその強制的に集めるっていうふうに言ってましたけどもすごい割と強い力なわけですよね。なののでその 私たち WWPDB というのが好き勝手やらないように、えー、と世界中の、えー、トップレベルの,その世界中の研究者が、えー、諮問委員会というのを作って毎年毎年その PDB の活動をちゃんとあのうまい具合に動いてるのかどうかっていうのを、えー、と諮問諮問委員会で、えー、と話し合われています。 PDB のデータなんですが、えー、ここから統計情報ですね、えっとうん。年間約1万件現在でされてますで、えっと、ダウンロードなんですがちょっとすごい数字ですね年,年数億回ダウンロードされてます。これあの、えっと、企,業の企業で利用してる人たちがですねあのどのタンパク質にある企業が興味があるかっていうのをバレたくないので。 毎週毎週全部持っていくっていう人たちが結構いるのでこういう数字になります。まあ、言っっってててみれればそれぐらいい欲しがっている人はにとととは大事なデータということで,すでまあ誰が何に使うのっていうことなんですがえっともう一番多い使い道っていうのは、まあ、よく似たタンパク質の構造解析また新しい構造タンパク質の立体構造を解析しようと思った時に今分かっている構造データというのはとても役に立つので。 そううい利用法例えっとあと最近あの先ほどからインフォマティクスという言葉が何度も登場してますがそういう立体構造今まで分かっている立体構造を全部集めてみる何か新しいことが分かるんじゃないのっていう研究をしている人たちもたくさんいます。それから3つ目ですねその病,病理学とか創薬研究の応用とかも、えー、最近。 盛んににされるようになってきましたそれとは別に一番下の,あのこの辺が今日のアウトリーチ活動みたいな結びついてくるんですけども、まあ、あの出版社に絵をくださいって言われるとこうまあえっとちょっと今これ絵見にくいですけどもこれ池上先生の、えっと、一般の方に向けた生命の絵をあのタンパク質の話の絵を僕はちょっと作らせていただいたこととかあります。 あと一番右あれですね日本最大の科学科学お祭り科学イベントのサイエンスアゴラでもこの立体構造の今使ったその立体眼鏡で一般の方とコミュニケーションしたりしています。で私たち PDBJ のウェブサイトまあこんな感じですあの。まあ言ってしまうと申し訳ないんですがあの一般の方があんまり利用できるのは少なくてですね。えっ、ー、と 一番左のメニューに教材っていうのがありまして、まあ、ここが強いて言うなら一般の方向けかなとあのこうきれいな絵が描いてあったり一般の方向けの説明があったりするこれはまあデータベースの運営直接は関係ないんですけどもこう読み物的なコンテンツも作っていますあとそうですね先ほど紹介しましたが僕もその一般の方に向けた「立体眼鏡で遊ぶ」というサイトを作っています あとそうですねあのこれは、まあ、PDB だけの話じゃないんですが研究者にとってデータベースっていうのは何っていう話なんですがその研究者って、えー、と論文を、えー、ジャーナルに発表するときに、えー、データ全部載せなきゃいけないんですね。でも、えー、そのタンパク質の立体構造はとてもその紙に印刷できるような量ではないのでたった一件のものでもとても大きいので。 えとネットで公開すすることになります、まあ、例えばこのタンパク質ですね4万個以上、えー、原子があるのでその原子の xyz 座標とかいろんな、えー、と情報を書かなきゃいけないのでとても大きなデータになります。なのでちょっとちょっと飛ばしますが、えー、とそれをデータみんなが好きかって公開してると、えー、使う側は その使いいにくいですね先ほどから何度も説明があるように。で、えー、世の中のいろいろな出版社はそのうちのジャーナルに研究を報告するならば PDB に登録しないといけないよとかこれはネイチャーですね Nature は PDB を名指しで、えー、っと登録してくださいということが取り決めによって決まっています。そういうい話でした